BTS のジョングクとチャーリー・プースのコラボレーション、レフト&ライトが Spotify で新たなマイルストーンを達成しました。2月12日、KST、ジョングク、チャーリー・プースのコラボレーションシングル、レフト&ライトのストリーミング再生回数が5億回を超えました。2022年6月24日にリリースされたこの曲は、リリースから7ヶ月と2週間後にマイルストーンに達しました。これは、ジョングクが Spotify のソロプロフィールで再生回数5億回を超えた最初の曲です。また、レフト&ライトは、韓国のソリストがマイルストーンを達成する最速の曲になりました。ジョングクとチャーリーおめでとう。